お父さん、今までお母さんにひどいことをした報いは受けてもらうわ。父は自分のストレスをぶつけるかのように母に日常的に暴力を振るっていた。思い詰めた母の行動を何とか止めることはできたが、母の体には無数のあざがあった。それを見た私は、父に対しての復讐を決意する。権力主義の父にダメージを与える効果的な方法を思いついた私は、とあるところに連絡を入れた。今までにお母さんにしたことを後悔させてやるから。そして私の目論見通り、父の高いプライドはへし折られる事態になったのである。私の名前はあずさ。今は父と母と実家で三人暮らしをしているが、近々付き合っている彼氏と結婚する予定だ。いざ家を出るとなると、新しい生活への期待で心が躍るが、反面、私にはとても気がかりなことがあった。それは、両親のことだ。私の家は、他の家庭と比べて裕福だったように思う。父は会社を経営していたから、収入が多かったのだが、その分仕事が忙しく、家に帰ってくることは少ない。遊んでもらった記憶も全くないほど、父は仕事人間だった。たまに家にいるかと思えば、怒りっぽい父は、よく母に怒鳴り散らすことが多い。お前はこんなこともできないのか。ごめんなさい。次から気をつけます。その姿は、夫婦というより、まるで将軍と家来のようで、なぜお父さんはお母さんに優しくできないのだろうと、幼い頃から不思議で仕方がなかった。そんな両親を見て育ったからか、私は大学生の時、あるバイトで知り合った良太に強く惹かれることになる。良太は自分の機嫌によって、周囲の人間を困らせたりしない。反対に、どれだけ自分が疲れていても、他人を気遣えるような人だった。バイトでの仕事ぶりを通じて、彼の優しい性格に惹かれた私は、自分から猛アプローチをして、彼と付き合うことになる。交際は順調に続き、大学を卒業して、お互いに、一般企業に就職したことを機に、私たちは結婚することになった。そのことを両親に伝えると、父は相変わらず私には無関心な様子で、犯罪者と結婚しなければそれでいい、勝手にしろと言った。父は経営していた会社を後継者に譲り、今度は国政に打って出るための準備で忙しいらしい。政治家になるだなんて、家族よりも自分の地位や権力だけに興味がある父らしい。身内から犯罪者が出れば選挙どころではないが、そうでなければ私がどんな人間と結婚しようとどうでもいいと笑った。無関心な父とは反対に、母は私の結婚の報告に心から喜んでくれた。父に祝福されなくとも、母が喜んでくれれば、私はそれだけでいい。だが、そんな母が、最近日に日に顔色が悪くなっていっているのが気がかりだ。詳しいことは教えてはくれないが、父の選挙の手伝いをしているらしい。出馬するともなれば、いろいろな人付き合いや準備がいるのだろう。忙しさからなのか、だんだんとやつれていく母が心配だった。それに、結婚して私が家を出ると、両親は二人暮らしになる。今までは
私が間に入ることで止められていたこともあるが、これからはそれができない。母が父のサンドバッグになるのではないかと不安だった。ねえお母さん、お父さんと二人きりで本当に大丈夫？心配しなくても大丈夫よ。あなたは亮太さんとの生活のことだけ考えていればいいの。母はそう言って私を心よく送り出してくれたのだ。それから私は実家を出て亮太との生活を始めた。夫婦といえば両親のように夫が妻に偉そうに指図する姿しか見たことのなかった私にとって、亮太との日常は穏やかで幸せなものだった。そんな私のもとにある日一本の電話がかかってくる。母からだった。もしもし、お母さん、どうしたの？あずさ、私。電話口の母の声はとてもか細く弱々しい。何？聞こえない。お母さん、もう無理なの。ごめんね。先に行くお母さんを許して。そこで電話がぷつりと切れた。いつもの母からは想像できない様子。きっとただごとではない。私は家を飛び出すと急いで実家へと向かった。母は私に対して弱みを見せたことがない。そんな母が私にあんなに弱々しい声で電話をかけてくるなんて嫌な予感しかなかった。やがてタクシーは目的地に着き、私は慌てて車内から降りた。早くお母さんのところに行かなくては。焦る気持ちを抱えたまま到着したマンションを見上げる。するとあることに気がついた。屋上に誰かいる。屋上には特に何もない。用がある人間なんてめったにいないはずだ。もしかしてお母さんじゃ。電話でのあの様子、母に何があったのかはわからないが尋常ではなかった。背筋にぞっとおかんが走る。娘の勘で、あの人影はきっと母だろうと思った。急いで階段を駆け上がり屋上へと向かう。屋上へと続くドアを開けると、女性が一人背中を向けて立っていた。待って、お母さん、早まらないで。息切れした呼吸を整えてその人に向かって大声で叫んだ。急いで駆け寄り、それ以上屋上の柵の向こうに行かないように母の腕をしっかりと掴む。もともと小柄な人だったが、握った母の腕は以前よりもさらに細いように思える。母は私の方へと振り返ると悲しそうな表情で見つめてきた。そしてその顔は私の知っているいつもの母ではなかった。お母さん、その顔。片方のまぶたは腫れ上がって目がまともに開いていない。口元は殴られたのか青くあざができ、口はからは血が滲んでいる。明らかに誰かに暴力を振るわれた母の姿に血の気が引いた。ひどい、誰がこんなことを。もしかしてお父さん。ごめんなさい、あずさ、私もう限界で。お父さんが私のことを無能だって、殴られても当然だって、そう言われて悔しくて。母は痛々しい顔でハラハラと涙を流した。父は昔から母に暴言を吐くことはあったが、暴力を振るうことはなかったはずだ。私がそう言うと母はうなずく。殴られるようになったのは出馬が決まってからなの。詳しく話を聞くと、父は出馬の準備でストレスが溜まっているのか、
以前よりもさらに辛く母に当たり散らすようになったらしい。顔の怪我はやはり父の暴力によるもので、対抗馬の相手候補が有利になっているとマスコミが報じれば、お前がちゃんと俺を宣伝しないからだと母に責任を負わせて顔面を殴ってきたという。母はスマホを取り出し、ある音声を私に聞かせてくれた。それは父と母の会話だった。お前がちゃんと俺のことを支えないからうまくいかないんだ、無能な女め。やめて、ちゃんとしますから、殴らないで。人格を否定するような罵詈雑言と、そして父が母を殴る生々しい音が録音されている。そのあまりにもひどい音声に私は言葉を失った。さらに父は有権者にお金を渡し、投票を呼びかけるように母に指示していた。しかし母は犯罪行為だと父の指示をどうしても実行できなかったらしい。それが気に入らず、父は母を役立たずと罵り、結果激しい暴力に及んだのだ。役に立たないなら消えろって言われて殴られたの。だから本当に消えてやろうって思って。だけど、その前にあなたの声が一言聞きたくて電話をしたのよ。お母さん。昔から父に耐えていた母が、ここまで衰弱して弱気になり、結果、消えようと思うなんて、よほど辛かったのだろう。でも、あずさの顔を見たら、やっぱりできない。こんな情けないお母さんでごめんね。情けなくなんてないよ。私こそ、お母さんがこんなことになっているだなんて、気づかなくてごめん。父の暴君ぶりはわかっていたが、まさか母に日常的に暴力を振るうまでになっていただなんて。気づいていればこんなことは決して許さなかったのに、何もできなかった自分が悔しい。だけど間一髪、母を思いとどまらせることができた。ごめんね、あずさ。私がもっと強ければ。お母さんは今まで十分頑張ったよ。大丈夫。あとは私に任せて。申し訳ないと繰り返し、しくしくと泣く母をなだめ、私は父と住むマンションから母を連れ出した。これ以上、あんな人間と暮らしていたら、本当に母はおかしくなってしまう。ひとまず私の家に母を引き取り、良太に事情を説明した。わかった。お母さんは、俺たちの家で保護しよう。ありがとう。迷惑をかけてごめんね。迷惑だなんて思わないでくれ。あずさのお母さんなら、俺にとっても大事な親だよ。それにしてもひどい話だな。女性の顔をあんな風になるまで殴るなんて、一体何を考えているんだ。母の殴られた顔を見て、いつも大穴良太が、怒りをあらわにした。うん、私絶対に許せない。お母さんにあんなことをした報いは受けてもらうわ。私は考えていた計画を良太に話した。それを聞いて、良太は協力するよと心よく言ってくれた。父がこれからどんな行動を起こすかは大体の想像がつく。ああやって母のことを虐げる父だが、実のところは自分に自信がない小さい男なのだ。だから母がいなくなれば、まず怒り狂いながら連れ戻そうとするだろう。母が身を寄せるとすれば私のところしかない。きっと数日中には私の家に来るはずだが、黙って母を引き渡すつもりはない。父に対抗するために、まず私は父を糾弾するための証拠を集めることにした。まず最初に母を病院に連れて行った。
暴力を受けた証拠として診断書をもらうためだ。母と一緒に診察室に入り、経緯を説明した。そして、診察のために服を脱いだ母の体を見て、医師も私も驚いて目を見開いた。ストレスによってご飯があまり食べられないと言っていた母の痩せ細った体には、無数のあざがあったからだ。これはひどい。ずいぶん長い間、暴力を受けてきたのでしょう。日常的に暴力を受けていたことが伺えるその痛ましい姿に、私の目には思わず涙がにじんだ。無事に診断書を発行してもらい、これで父による暴力の証拠を得ることができた。次は、私はあるところに電話をかけ、あるお願いをした。電話口の相手は心よく OK をしてくれて、これで父と戦う材料がすべて揃うことになる。今までお母さんにしたことを後悔させてやるから。それから数日、父は予想通り私たちの住むマンションに現れた。陽子を出せ。どうせここにいるんだろう。玄関前で大声で下品に怒鳴り散らす父に、まずは夫が対応した。お父さん、落ち着いてください。第一、そんなに怒鳴られては近所迷惑です。若造が生意気な口を聞くな。俺を誰だと思っているんだ。役立たずでもあいつがいないと不便だ。連れて帰るから、おとなしく陽子を出せ。父は良太の制止を振り切り、土足のまま、ずかずかと家に押し入ってきた。陽子、どこだ？出てこい！父は家中を探し回り、怯える母を見つけると、その髪を掴んで引きずり回した。痛い、やめて。勝手に出て行くなんて、いつからそんな勝手を許した？家に帰るぞ。嫌よ。もうあなたのところには帰りたくないわ。何を生意気なことを。父は母の抵抗に逆上したのか、殴るために拳を上げた。良太が父の腕を掴んで、慌ててそれを止める。やめろ。お前には関係ない。引っ込んでいろ。父は掴まれた腕を振り払い、良太にも殴りかかろうとしてきた。私はすかさずスマホを手に取り、一部始終をカメラに収める。そこまでよ。お父さんの行動は全部写真と動画に撮ったわ。おとなしくして。私がスマホを掲げると、父は忌々しげに顔を歪めた。くそ、それをよこせ。私がスマホの画面を見せつけるように父の目の前に突き出すと、父は血走った目のまま、私に突進してきた。次の瞬間、私のスマホは奪い取られ、父はそれを床に叩きつけたかと思うと、足で画面を思いっきり破壊した。ははは、残念だったな。これで証拠は残らんぞ。父は、勝ち誇ったように、高笑いをした。残念なのはそっちよ。カメラで撮っているのはスマホだけじゃないわ。そう言って、私は部屋にある棚の上を指さす。怪訝な顔でその方向を見た父の表情が一瞬でこわばった。父は母を連れ戻すために我が家に来るだろうということは予想していた。そして抵抗すれば、いつものように暴力を振るってくるかもしれない。だから私たちは、それを証拠として残すために、部屋に監視カメラを仕掛けていたのだ。お父さんがお母さんに怒鳴る一部始終も、音声で録音済みよ。これが表に出たら、さぞかし困るでしょうね。さらに私は、隠し持っていたレコーダーのスイッチを押した。すると、先ほどまでの父の怒鳴り声が、あたりに響き渡った。カメラの映像、そして
この音声があれば、父の暴力の証拠は十分だろう。それをよこせ！お前も殴られたいのか？父が私を睨みつけ、脅してきた。これまでも、父には愛情はなかったが、妻と、そして自分の実の娘にも、躊躇なく暴力を振るおうとする男に、もはや肉親の情など、露ほども感じなかった。これ以上まだ暴れ回るつもり？政治家になろうだなんて人間が、よくこんなことできるわね。講演会の西田さんが見たら、どう思うかしら？西田さんは、父の講演会の会長だ。彼の名前を出すと、途端に父は顔色を変えた。西田さんとは多少なりとも面識がある。父とは違って彼は人格者だ。父の本性をリークすればきっと会長を辞めると言うだろう。卑怯だぞ！俺の顔に泥を塗るつもりか！卑怯なのはどっち？抵抗できないお母さんに好き勝手暴力を振るって恥ずかしいと思わないの？自分の妻のしつけをして何が悪い？もういい。お前らがその気なら俺にも考えがある。父は私の言葉に逆上したのか、興奮気味にそう言うと、棚に設置したカメラを手に取り破壊しようとした。カメラさえ壊せばお前らなんてどうにでもできるんだからな。俺の人脈を使って破滅させてやる。お前も、お前の旦那もだ。わめき散らしながら暴れるその姿は、あまりにも滑稽だった。そんなことしても、もう手遅れよ。必死にカメラを壊そうとする父に、私は冷たく言い放った。お父さんがそうやって証拠隠滅のためにカメラを壊そうとしているこの状況、リアルタイムで生配信されているわ。配信だと？何をバカなこと。嘘をつくな。父は私の言葉をバカバカしいと笑い飛ばした。嘘だと思うならそれでもいいわ。でも、講演会長の西田さんと対立候補の彼と、あとはお父さんのバックにいる偉い人、政党本部の幹事長さんが今もこの様子を見ているわよ。幹事長の名前を出すと、父は明らかに動揺した。ふざけるな。そんなこと嘘に決まっている。お前のような小娘が幹事長と連絡を取れるはずがない。本当にそうかしら？そう思うのは勝手だけど、ああ、そろそろ誰かから連絡が来るんじゃない？そして、まさにそのタイミングで、父のスマホの着信音が鳴った。画面に表示された名前を確認した父の顔面が蒼白になる。おそらく幹事長からの着信だろう。もしもし。なんということをしてくれたんだ。君が出馬するためにどれだけ手をかけたと思っている。幹事長、違います。これはこいつらが私のことをはめようと。自分の家族に暴力を振るっておいてはめるも何もないだろう。政治家にスキャンダルはご法度だ。君の出馬はなかったことにしてもらう。私はもう手を引くからな。そんな、幹事長、待ってください。無慈悲に切れた通話。父は愕然とした表情で床に膝をつく。どうして幹事長と連絡が取れるんだ。お前、何をしたんだ。私を睨みつけてくる父を鼻で笑った。家庭を顧みないお父さんは、私が昔どこで働いていたかなんて知る由もないわよね。私と良太が大学時代にしていたアルバイト。それは、とある国会議員の事務所のスタッフだった。今回幹事長に働きかけてくれたのは、
その時お世話になった議員の西森先生だ。母が父から日常的に暴力を振るわれていることを良太に相談した時、良太は、それなら西森先生に相談しよう、と提案してくれた。西森先生は、よくニュースで報道されるような汚職に手を染めたり、強者に媚びたりする人間ではない。バイト中、その仕事ぶりを見ていたが、西森先生は弱者を助け、そのために働いてくれるような政治家だった。確かに先生なら力になってくれるかもしれない。そう思った私たちは早速連絡を取る。しかし、果たして知り合いとは言っても、ただのバイトのスタッフだった私たちに親身になってくれるだろうか。そう不安に思っていたが、事情を説明すると、西森先生はすぐに飛んできて協力を申し出てくれたのだった。お父さんの後ろ盾にいるのは幹事長なのね。幹事長とは私も親しいわ。連絡を取ってみるわね。父のような人間は権力に弱い。母のように見下した人間には強く出るが、上の人間にはとことん弱いことは分かっていた。西森先生経由で幹事長をはじめ、父が決して弱みを見られたくないだろう人間に連絡を取り、今日のこの日の一部始終を見せることができたのだった。これでお父さんの出馬も台無しだね。お前、これまで育ててやった恩を忘れたのか。金に不自由なく過ごせたのは誰のおかげだと思っている。たとえお金をたくさん稼いでいたとしても、お母さんに暴力を振るう人間に感謝をしろっていうの？あんたなんか父親じゃない。私の家族はお母さんと良太だけよ。うるさい、子供が俺に逆らうな。父は私につかみかかろうとした。しかしそれを私の前に立ちはだかった母が止めた。もうやめて。私だけじゃなくあずさまで。ずっと今まで耐えてきたわ。だけどもうあなたの言いなりにはならない。母は今まで見たことのないような剣幕で父のことを睨みつけた。父は母の気迫に押されたのか、一時的に膠着状態になったが、やがてパトカーの音が聞こえてきた。警察、どけ、俺は帰る。父は目の前の母を突き飛ばした。警察の気配を察して逃げ出そうとしているのだろう。だが玄関から出たところを即座に傷害の現行犯で逮捕された。すでに部屋の外には配信を見ていた人たちからの通報を受け、駆けつけた警察官が待機していたのだ。その後父は立候補を取り下げざるを得なくなった。私たちが警察に提出した医師の診断書と録音、そして配信映像が決め手となって、傷害罪で逮捕されたからだ。また、母が録音していた有権者への買収を指示する音声も証拠となり、公職選挙法違反の容疑でも再逮捕された。この件がマスコミに大きく報じられると、それをきっかけに父の経営していた会社の社員から次々と父の悪行がリークされることになった。取締役だった父は気に入らない社員がいると圧力をかけ、出世をさせず、官職に追いやるなどの嫌がらせをしていたらしい。成績が振るわない社員には、厳しい叱責を浴びせ、社内法で晒したりもしていたらしい。そのために相当の恨みを買っていたのか、父の悪行は次々と暴露されていく。一度は逮捕されたものの、保釈金を払い釈放された父だが、世間では父の行いはすべてマスコミによって明らかにされてしまっていた。
あれほど権力を握るために躍起になっていた父だが、今や社会的に再起不能に追い込まれていた。プライドが高い父には何よりも辛い罰になったことだろう。その後、母は父に離婚を要求した。しかし、父は頑として首を縦に振らなかったので、弁護士を雇い、離婚協議のために裁判をすることになってしまう。裁判の途中、弁護士経由で父の言い分を聞くことになったのだが、あくまで母が悪く、謝るならば全てを水に流してやるとの態度を最後まで貫いていた。今までならそんな態度でも、母がいずれは折れてくれていたのだろうが、もちろん母が謝るはずもない。父の主張は退けられ、公平な裁判により、父の明らかな過失が認められ、母は父に慰謝料を請求しない代わりに、二度と近づかないことを約束させ、二人の離婚はようやく成立したのだ。私たちはその後、頑張ってマイホームを建て、そこに母を呼んで三人で暮らし始めた。はじめは、二人に迷惑をかけるだなんてとんでもないと、同居に消極的だった母だが、私のある言葉によって、一緒に住むことを承諾してくれた。これからおばあちゃんになるんだから、一緒に暮らして私のことを助けてほしいの。私がそう言うと、母は涙を流して喜んだ。私のお腹には、新しい命が宿っていて、もうすぐ四人家族になる。あんなに辛い目に遭っていた分、母には絶対に幸せになってもらいたい。私のお腹を嬉しそうに撫でた母の横顔を見て、そう思った。